はい、TOC とスポーツ教育、おうちで TOCFE 始めたいと思います。飛田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さん、こんばんは。ですね、半分ぐらいの方、私、初めましてのような感じがするんですけども、飛田と言います。この TOCFE はですね、本当立ち上げた時からずっとやってまして、認定プログラムの最初の年はアメリカから大先生連れてきて、4日間ずっと通訳をし続けるという、苦行から始めましてですね。で、3年目ぐらいから、NPO 法人っていう。で、そういう立ち上げの時、事務局長やって、なんかこう結構ね、組織1個作るって結構大変なんですけども、そんなことからずっとやってきました。本職もこの TOC の仕事をやっているゴールドラットっていう会社で働いていて、まあ、プライベートでも仕事でも TOC を使っている。まあ、そんなことをやっています。でですね、画面を共有しましょう。特に私、まあ、スポーツ。これで画面共有できてます？丸？ OK。スポーツの世界で TOC を使うっていうのを結構やってきてまして、この子が私の最高の作品ですね。すごい、背がちっちゃくてびっくりしますよね。これ、あるトーナメントで、ダブルスで優勝した時の、優勝ペアと準優勝ペアの写真なんですけど、まあ、彼女背150ぐらいしかなくて、周りの人間がみんな180ぐらいなんですね。で、3年間、2016年の末ぐらいから2018年の末ぐらいまでやっていて、まあ、世界ランク445位っていうと、まあ、野球で考えたらね、1チームに30人ぐらい1軍の人がいて、で、チームが20個あったらそれだけでも600人になっちゃうんで、テニスの世界でこれ、まあメジャーリーグ級ってことです。500番越すと WTA っていう、何？ウィーメンズテニスアソシエーションかな？そこの登録選手になる。まあそんなことですね。あと、中野さん、リオオリンピック出た話前しましたけども、東京オリンピックの選考一度ダメになっちゃったんですけど、これが1年ちょっと延期になって、また現役復帰しますみたいなことを最近宣言されて。で、まあ、引き続き、ちょこちょこと、コンタクトして。こんな方です。でですね、私、まあ、TOCFE のね、3つのツールっていうよりは、まあ、その教育自身の、まあ、改革みたいなことは、ちょっと興味を持っていて、自分が子供の時のことをね、考えると、まあ、学校行って、いろんな知識とか問題の時からとか覚えますよね。で、私の周りにね、2種類の人間がいたわけですよ。一つは、どんどん勉強して、いい高校行って、とかね、いい大学行って、みたいなね、勉強したら役に立つんだからっていう大人。で、いやいや、あんな勉強なんかしたって役立たなくて、もっと世の中に、ね、大事なことあるんだ、みたいな、おっちゃんみたいな人。なんでなんだろうなっていうのを、まあ、なぜならばっていうのを考えてみて。やっぱりこう、学校で習うことって、まあ、教科書の内容ではあるんですけど、過去の偉人が生み出した偉大な知見だし、それってこれからも役立つ普遍的なものなんじゃないか。で、広く深い教養を持っていることって、常識を持った大人になることにやっぱつながっていくんじゃないか。しかも教科書に載ってるようなことなんで、歴史上最も大事な知見、知識であるはずなんじゃないか。こう考えると、確かに役立つとは言えそうだ。でも一方で、やっぱりこう、どん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 変化の激しい時代になっている。今の子供たちは、今ない職業に就く人が何十パーセントいるとかね、そんな話もあります。そうすると、過去の知見が必ずしも有効であるとは限らない。で、どん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 ネット検索すれば知識にアクセスすることが今も可能になってるし、これからもますます可能になっていくだろう。で、いくら覚えても頭でっかちになる一方で、使えるっていうことと間にどん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 ギャップが出てくる。こう考えると役立たないっていう理由も、まあ、そこそこわかる気もするし、もしかしたら我々が子供だった時よりも今の子供たちの方が、この右側、役立たない側の方がでかくなってるんじゃないだろう。じゃあ、この良い教育の条件とは何だろうかって考えてみたときに、やっぱり将来にわたって今だけじゃなくて使えるもの。試験だけしか役立たないなんて言ったらもう最悪ってことですね。で、ちゃんと大人、まあ市民としての常識が身につくようなもの。で、現実の世界でちゃんと使えて役立つようなもの。で、人間ならではのっていうのは、要はコンピューターにはできないですね。できないような人間ならではの能力が育つようなもの。こんなものが教育でできたらいいんじゃないか。っていうので、やっぱこの
覚える、暗記する、これはダメで物事の考え方を身につけるっていうのは役立つよねっていう、まあ、この辺の思想がこう、あ、TOCFE いいなって思ったこう根本にあるようなものなんだと。これは後付けでもちろん作ったものなので10年前に思ってたわけじゃないですけど、なんとなくやっぱり心の中にそういう種は持っていたんだなっていうことを今思ってます。で、こういったものをできるこう場っていうんですかね、がどこにあるのかって考えたときに、あ、これスポーツいけるなっていうふうに思ってるし、でまあこんな執筆とかやったんですけども、最近まあスポーツの世界では夏豆腐っていうのを中心にやってるんですけど、こうワークショップとかやってね、いろんなスポーツチーム、これいろんな競技のとこ行きます。テニスも、テニスサッカーもやってますし、野球とかバドミントンとかバレーボールとかいろんなとこ行って、この〇〇が欠かせないっていうところにちょっと何か入れてください。どんな言葉入ると思いますかって聞いたら、ちょっと皆さんマイクオンで構いませんので、どんな言葉入れます皆さん。努力ですか。何何。努力ですか。あ、努力が欠かせない。いいね。そうだよね。他はどうですか。うん。データ。データが欠かせない。データね。うん。うん、他はどうでしょう。とか。うん。自信。自信。ああ、なるほどね。うん、いいこと言うな。これはですね、実はね、もちろん答えなんかないですよ。いっぱいあります。聞けば聞くほど、ワンサが出てきます。あ、すごい。はい。スポーツやってるこのお母さんに聞いたらお金って言ってました。かかるんだよね、みたいな。でもいろいろあるんですけども、これ全部一気にできたら最高でしょ。うん、やっぱね、TOC の、方法なんで、一個やったら全部できちゃうっていうのは当然欲しいですよね。これをずっと考えてきたんです。で、まあこれな、何が起こったって聞いて、次どうなりたいって聞いて、どんな作戦でいくって聞いて、うまくいきそうって聞いて、深く考えてやってみようって実験する。こういう質問なんですけど、これ、脳科学的に言うとね、まあワーキングメモリーってあるじゃないですか。人間って短期的に覚えられることって、ほんのちょっとしかない。それを、そのほんのちょっとしかない脳みそのメモリーを、やっべえ、負けたらどうしようとか、お、やべえ、これ、すげえ強い相手なのに、もし、あと1ポイントで勝てちゃうよ、どうしようとか、結局どうしようってなるんですけど、そんなことに、頭の思考回路を使っちゃう、思考のね、リソースを使っちゃうと、やっぱりうまくいかないんですよね。受験で頭真っ白っていうのが一緒ですね。いや、どうしよう、どうしよう、どうしようっていうので、脳みそのメモリーが埋め尽くされてしまう。これを、いつもいつも、まあ、これマイポイントであったり、1ゲームごとであったり、1日であったり、1シーズンであったり、いろんな単位で使えますけど、特にこの、試合中に使うときですね。いつもいつもこの質問の答えを考えさせることに脳みそを使わせると他のことをやっぱ考えられなくなるんですよね。人間の頭って一度二個のことしか考えられない。で、そうすると余計なことを考えないで必要なことを考えられるようになるので、まあ平常心が出てきたりとか。で、よりよく考えられるようになるということが出てくる。で、何が起こったかって聞くと、まあ言語能力が伸びて、コミュニケーション能力が高まって、仲間との関係性が良くなるとかね。プレイしながら観察する習慣がついて、情報収集能力が高まって、まあこんなことで勝てる可能性が高まってくる。これ全部ブランチがあります。次どうなりたいって言うと、常に改善意識が向いて、思考が前向きになって、積極的な選択ができる可能性が高まって、ってこんなのもあります。で、どうもあって、風もあって、うがあって、うっていうのが、非常にスポーツ特有で、これ、TOCFE の用語で言うと、ネガティブブランチですよね。どんな作戦で行くって言って、作戦決めるんだけど、うまくいきそうって、要はネガティブブランチないって聞いてることなんです。で、まあ、例えばテニスで言うと、作戦、次の作戦って言っても、ああ、なんかもうさっきからミスしてばっかりだし、まずラケットの真ん中にボール当てないといけないよねって言って、当てに行こうみたいな弱すぎるチョイスをすることがあるんですね。でもそうするとこっちの球弱くなるんで相手に攻撃されて余計やられる。そんなことがあったりする。で、いやもうさっきからやられっぱなしだからもっと厳しいコースにもっと速い球打ってやろうみたいな強気すぎるチョイスっていうのがもうあれあるんですけど、これやるとまたできもしないショット狙いに行って、で、外れてしまって自滅したりする。で、最後は、いやもう自分の一番得意なやつで行くしかないって言ってワンパターンになる。それしかやらない。一番確率がいいと思う。
でもそうすると、相手に呼ばれてしまって、結局、おい、予想通りだって言ってまたバカーンと打たれて負ける。強気すぎる弱気すぎるワンパターンっていうのがダメだよっていうことに、やっぱり本人が気づいてる、自分が気づいてると、あ、やばい、これまずい思考回路に入ってるなって気づける。これ僕のお気に入りのパートなんです。で、そこまで考えたんだったら、まあ深く考えずにやってみようよ。ということで、まあ実力が発揮できるようになるし、また次に何が起こったって、1サイクルぐるっと回って戻ってくると、もうそう戻ってくるの分かってるわけなんで、やっぱデータ取りながら、あ、松山さんデータって言ってくれましたけどね、データ取りながらやることになるんで、実験してデータ取って、そこから学んでって言って、なかなかね、ビジネスの世界で PDCA 回しましょうなんていうね、半年ぐらいかかったりしますよね。これ1分ぐらいでできると。1分で1周ぐるっと回って何かを学べる。で、1試合やるとだいたい100回ぐらいぐるっと回せるんで、これものすごいスピードで考える力を、鍛えるのに有効なんじゃないか。そんなことを思っています。で、僕2013年に、その、高校のテニス部の話をね、作って発表したんですけど、聞いたことない人どのぐらいいます？半分ぐらい？半分もいないかな？聞いたことある人もいると思うんですけど、それの、まあちょっと最近、リメイク版を作ったんで、ちょっとまあ知らない方もいると思いますので、ご紹介します。ある高校のね、テニス部に呼ばれて行ったんですよ。で、どんな高校だかっていうと、これはその高校のパンフレットの、学校案内のね、写真なんですけど、まあなんとなくみんなこう、動作がバラバラっとした感じの、決して強豪校、いわゆるこう、スポーツ推薦の人をたくさんかき集めてくるような強豪校ではない。で、まあ、これ千葉県の高校なんですけど、結構こう、先生一生懸命、熱血の、先生でね、35年ぐらいずっとやってるんですよ。で、千葉県の中が、なんかこう、10個ぐらいのね、ブロックに分かれてるんですね。10個かな、何個か分かりませんけど。で、まずブロック大会っていうのがあって、まあ結構一生懸命練習してるんで、週6回とか。ブロック大会いつも優勝なんです。で、県大会に行く。千葉県大会に行くと、まあ結構コロッと負けるっていう。まあその辺のところで、いつも、まあ行ったり来たりしてる。で、先生自身も、まあこう35年やってきたんだけど、だんだんちょっとやる気がなくなってきたなーみたいな考えていて、いやー、これってでもなんか生徒たちがやる気なくて、生徒たちがやる気ねえから俺もやる気なくなっちゃうんだよなみたいな、生徒のせいにしてるみたいなのもあって、なんとかこう打開策はないだろうか。まあそんな相談を受けたんです。で、行ってみるとね、まあダラダラ練習してるし、チームはバラバラだし、諦め試合ってんで、まあテニスの世界よくあるんですけど、まあとにかく、一つのコートで、試合だとね、二人とか四人しか入らないんで、部員が30人とかいると、大体起こることは、その、レギュラーと、レギュラーじゃない人みたいになって、レギュラーじゃない人は球拾いしてるとかね、走り込みしかやってなくて、ボール打てませんとか。で、そうすると、なんか派閥みたいなのができて、あいつがレギュラーだから、みたいなね、やっかんだりとか。まあ、そんなことがいろいろ起きます。で、もう一個は、練習やっぱ来てるんだけど、そんなに一生懸命練習してるようには思えないね。で、なかなかやっぱりそれじゃ、勝てるものも勝てない。で、そういうのをなんとかしてほしいって話だったんで、まあ、そのね、テニスのボールの打ち方を教えるとか、そんな話ではなくて、どうにかして、なんか今やらない理由があるんだから、だらだらやってんだろうと。一生懸命やんないんだろうと。これをやる理由をでかくしないといけないなと。これをどうやってやるかっていうのを考えてたんです。ところがですね、びっくりするんですよね。まあ、あ、そうか、クラウドかと。これで整理してみようかなっていうね。なんでやんないんだろうね。こっち側は簡単なんですよ。テニス強くなろうと思ったら一生懸命取り組む、ね、べきだと感じる。これは当たり前なんだけど、ここがわかんなかったんで、まあいろいろこう、このね、図をホワイトボードに書きながら、ね、なんで一生懸命取り組まないんだろうね、とかって聞いたわけですよ。そしたらね、なんか部員の人の一人がね、いや、だってモテたいんだもんって言うんですよ。わけわかんない、ね。ドヒャーって感じで僕も超予想外。え、モテたいって言って。全然繋がってないじゃんって、まあ思いますよね。で、もうちょっと聞いてみようと思って、それどういうことなのって聞いたらね、最初は、
だって一生懸命取り組むと足が太くなって、足が太くなると可愛い服が似合わなくなって、可愛い服が似合わなくなるとモテないんです。言うわけです。あ、なるほどってちょっと思わず思っちゃいましたけど、あ、そうかそうか。わからなくはないですよね。わかる。あ、そういうことか。でもさ、当てはまんない例って、いつもいつもそうとは限らないですね。ブランチってね、これ 100% が因果関係で繋がってないといけないんで、そうじゃない例あるでしょ。まあその当時はね、シャラポワとかね、そういう人が有名だったんですけど、結構トッププロのね、テニスのトッププロの中って、ファッションモデルとかやってる人もいるんですよね。そんな人いるじゃないって、反論したわけです。そしたらね、バッと、また逆に反論を受けましてね、いや、シャラポワはそうかもしれないけど、うちの先輩違いますって言うんですよ。うちの一個上の先輩は違ったんで、そうはなりたくないですとかって言うんで、そっちの方がなんか説得力あるんですよね、僕よりもね。困ったなぁと思って、で、何が違うんだろうっていうのを、じゃあ考えてみようと。あなたの先輩とシャラポワは何が違うのか。っていうので、あ、こういうことだと。左の人は手足が太くて、ちょっと体の線が細い。右の人は体の線は比較的太めで、手足はちょっと細めだと。どっちがいい？どっちが可愛い服似合いそう？まあまあ明らかですよね。で、やっぱ人間って鍛えた場所が筋肉がついてくる。いうことを考えるならば、どこに意識して鍛えたらいいだろう。まあ、ここのコートね、普通、まあ、スポーツの世界の体幹って言いますよね。体の幹、体幹。で、体幹鍛えたら、こういうことですよ。だから一生懸命取り組むって言ったんだけど、これは体幹意識した動きとか、球を打つ練習するってことなんだ。いうふうに言い換えれば、打球は強くて安定するようになるから、試合強くなるでしょう。で、体幹しっかりして、相対的に、別に細いわけではないんです。腕や足が細くなるわけじゃないんだけど、相対的に見ると細くなるよね。で、こうやったら可愛い服が似合わないっていうのがなくなって、どっちかっていうと、もう人が羨ましくなるようなプロポーションになるから、モテるんじゃない？これ、すごいいいですよね。だって、テニスも強くなるし、モテるようになるし、やる気高まるし。なので、やっぱこれ、走り込みとか筋トレとかってね、やれとかって強制されるもんじゃなくて、このやろうっていう気持ちを作り出すのがすごい大事なの。で、これ得られるものをとてつもなくでかくすれば、それはもうスタミナ湧いてきますよね。こういうのが一つの、まあ公式なんじゃない。一生使えるような、ね、公式なんじゃない。ところがですね、まだあるんです。そしたら別の子がね、いやいや、一生懸命取り組むって、相手が嫌がることばっかり考えるんでしょ？まあテニスなんでね、そのコートの中でとにかく相手が返せないボール返さないと。で、そうするとね、性格が悪くなってモテないっていう、これ都市伝説みたいな話がね、あるんだけど、結構これがね、はびこってるんですよ、この都市伝説は。これ、僕実はね、子供に見せたんです。こうやって言われたんだけど、どう思うって言ったらさ、まあ、話を聞くとね、確かにね、合ってそうな気がするんだけど、一番上と一番下だけ見たら、合ってないですよね。一生懸命取り組むとモテないって言ってるんだ。なので、どっか違うんだ。で、試合に勝つために相手が嫌がることをばっかり考えるんだけど、悪意は持ってない。だから性格悪くなんないよ。ある子供が言ったんです。別の子に聞いたらね、いや、これ試合中のことであって、普段の生活で性格、嫌がることを考えるわけじゃないんだよ。言った。この一個一個のことをちゃんと考えないと、都市伝説にはまってしまうんだ。都市伝説っていうのはそういうことなんだなって、僕もね、自身も理解できました。一個一個のことをきちっと、この、因果のつながりを考えないで、適当につなげていくと、そういえば死んじゃうブランチってありますよね。勉強しないとどうなるのとか言って、なんで学校に行けなくなって、学校に行けなくなるとどうなっちゃうのとか言って、就職できなくなっちゃって、就職できなくてどうなっちゃうのとか言って、お金がなくなっちゃうとか言って、最後死んじゃうわけですけど、勉強しなくて死んじゃったら大変ですよね。今そんな人いませんか、ね、そういうの都市伝説。で、一生懸命取り組むってことを、今度はまた定義したんです。相手の気持ちとか状況を常に考えるようにするということだと。で、試合中はそれを使って、相手が嫌なところ、嫌なコースとかね、嫌な球種とかね、選べばいいんだと。そしたらテニス強くなる。普段はって言ったら、そしたら別に性格があるからってないですよね。で、普段はって言うと、なんかこうね、意中の、例えば男の子とかいたら、相手が喜ぶことばっかり考えたら、これモテる方に行くじゃない。ほんのこれむしろいいことじゃないと。自分のことばっか考えてるよりも相手のこと考えた方がいいよね。大体よく考えてみたら、テニスなんてシングルスの試合だと自分と相手しかいないわけです。
自分と相手しかいなくて、相手のことを考えないで自分のことしか考えてなかったら、これ勝てるわけがない。ね、孫子の兵法だって、まず相手のことを知りましょうって言ってますからね。そういう話なんで。っていうわけなんで、やっぱ試合には相手がいる。相手の気持ちとか状況とか考えるのを習慣にしたら、それは勝てる確率上がりますよね。これ普段の生活だとそうです。相手がいるんで、相手の気持ちとか状況を考えるようになれば、それはより良い結果につながるし、いや、なんか人としても素晴らしいよね、みたいになってくんじゃないの。まあ、こんな風にして、このクラウドがあったわけですけど、この二つのソリューションで、お、これならいけるぞ、っていうのを作っていって、こうやる気を高めて。で、さっきの都市伝説みたいなの出てきた時も、ちゃんと、こうやればこうなるんだよね。この情報をつなげて整理する。これをずっとマスターしていくってことは、これ一生使えるスキルなんじゃない？しかも実用的。で、やっと、テニスの中身の話に入ってたんですね。じゃあ、コートで何やるのっていうと、まあみんなそのやっぱ走り込みするとかね、サーブの練習するとかね、打つ練習、なんか20球連続で入れるとかね、やってるわけですけど、もう頭打ちになってるわけですね。やっぱり、皆さんこの TOC ってなんか一番弱いとこがあって、とにかくそこを強化すれば全体が良くなるんだ、あると思うんですけど、まあスポーツの世界だとね、技術、体力、あと何？メンタルとかね、まあいろんなものがこう絡み合って最終的なパフォーマンスに、つながってるって言われるんですけど、技術とか体力とかをね、みんな磨いてるんで、結構強いんですね、実はね。この金の鎖じゃないんです。金の輪っかじゃないんです。実は弱いところって他にあって、何かっていうとね、まあこれいろんな人いますよ、もちろん。いますけど、同好会とか、まああんまり真剣に勝つとってとこまでやってないような人だと、まあよくありがちなのがね、このプレイとプレイの間、ポイントとポイントの間の時のかけてる言葉が違います。だいたいこんな感じです。うまくいかない時にドンマイっていう。嫌な現実を引きずりたくないし、まあペアとの関係も悪くないし。で、一本挽回とか声を出す。で、声出すと気合が入るんです。で、ポイント中はとにかく頑張る。諦めるなというわけですよ。絶対諦めるなみたいなんで、諦めなければチャンス出てくる可能性もあるって信じて、とにかく頑張るわけですけど、まあ思考回路は何も変わってないんで、だいたい同じパターンの繰り返しです。だから10ポイントやって、4ポイント取れるようなプレイの仕方してるんであれば、次の10ポイントもだいたい4ポイントしか取れない。だからいつか負けるわけですね。で、状況変わらないで、またうまくいかないときはドンマイって言ってやってる。これってドンマイとか一本挽回とか言ってるから、思考停止させてるんですよね。そもそもドンマイって言葉の意味からして、ドントマインドで、まあ気にするなって言ってるわけですからね。でも過去から学ばないとダメなんじゃないか。で、その代わりに何やったかっていうのがさっきのこれです。何が起こったって聞いて、次どうなりたいって聞いて、どんな作戦で行くって聞いて、うまくいきそうって聞いて、実験をする。こうやって、テニスの試合の中に実験学習サイクルを、埋め込んでしまう。というのが、実は考えさせて、で、より、こう、ポイントはね、毎回学びながら強くなっていくっていうソリューション。で、これ、やってみてね、面白かったのはですね、結構皆さんね、負けてるとき考えるんですよ。負けてるときはどうしようって一応、次の作戦何か変えないといけないって考えるんだけど、リードしてるとき考えなくなるんですよね。リードしてるときは、よっしゃ、いい感じだ、よし、この調子ってやるんだけど、でも負けてる方は手打ってくるんで、同じことってなかなか続かないんですね。でもこれをやり出すと、何が起こったって言って、今うまくポイント取れたっていう時も、次のことをまた考えるわけです。で、次のことまで考えて、相手も手打ってくるんだけど、こっちも手打って、また取るとね、相手がね、メンタル崩壊するんですよね。あれ、この作戦もダメだったのに、次の作戦もなんかもう読まれててダメだ。で、次の作戦もまた読まれてダメだみたいになると、だいたいもう試合終わってないんだけど、もうダメだって相手が降参してしまって、メンタル崩壊してしまって、もう戦わずして勝てるっていうね。そんなことも起きてきます。なので、まあ、こうね、状況が常に変化してるっていう、これもまさに、こう、我々が生きる、世の中そのものだと思うんですけど、そういった中で一番いい作戦っていうのも変わり続けるんで、あの時うまくいったからとかいう話ではなくて、とにかく実験をして学び続けることが大事なんじゃない。なんか実験っていうと、理科室みたいな
理科の話ですかみたいな、あれが結構あるんですけど、こういった考え方を日常生活で実践するから、これ人生よりより良くできるんじゃないか。これも一つの方式なんじゃないかな、というふうに思ってます。で、まあ、実際ね、この年、これ、その千葉県大会のトーナメント表なんですけど、2012年は1回戦負けだったのが、これベスト8になって、で、まあ、この下からね、上がってきた学館浦安っていう学校、これ県の第2シードで、もうそこを相手でも 3-2 で2つ取れたんで、もう相当快挙。まあ、監督も総合初の快挙ですって言ってたんで、こんなことが起きました。まあ、技術、体力っていうことではなくて、やっぱ一番弱いところを鍛えないといけない。そこさえ鍛えれば、まだまだ上がるっていうので、頭の使い方を鍛える方法もあるんではないか。多くの場合は、多くの人にとっては、これ合ってます。技術と体力ばっかり鍛えてるから。で、頭の使い方を鍛えるってところをほぼ無視してるから。であれば、この金の輪っかのところは、そういったことになってくるんじゃないかな、というふうに思ってます。で、これ、その時、大会終わった後ですね、部長さんに時間いただいて、まあ、先生と、そのテニス部の部長さん、で、まとめたんですね。で、こう、まあ、考えるテニスを実践するってとこから、こう、始まって、まあ、そうすると、まあ、次のポイントどうしようとかね、そんなこと考えて作戦考えてくるんで、分析力がついてくる。で、次どうするって、もう、毎回決めてからポイントに臨むんで、集中力も上がってくる。で、それ練習でもやっていくと、効率が上がったりとか、あと、やっぱりね、やってる本人よりも、今何が起こったとかっていうのって、周りの人がよく見えたりするんですね。で、見てる人から、こう、アドバイスとかをするようにして、その、バラバラだったチームっていう中で、こう、助け合われるようにしような、みたいな感じで、まあ、そのチームワークを作ってったり、効率を作ってったり。で、当然、結果は良くなってきます。で、人間関係も、まあ、その、相手の気持ちを考えるということもありますし、その、助け合いっていうのって人間関係も良くなる。で、チームワークも、その、良くなってくる。あと、やっぱ自信つきますよね。どんどん勝てるようになってるし、なんかうまくいかないときに、あ、これ改善、こうやって考えてたら改善できるんだっていう、こう自信がついてる。で、やっぱ、まだまだいけるぜとかっていうこともあるし、練習すると、あ、なんかうまくなってるって気がするんで、やる気も出てきて、で、成長していく。で、唯一僕がレポートもらえなかったのは、彼氏ができました報告だけは受けられなかったっていうのが最後のうちなんですけど、こんなこともありました。という、まあ、こんな話です。どうもありがとうございます。ちょうど30分。はい。それではテーマトークここまでとなりますので、一旦締めたいと思います。TOC とスポーツ教育、飛田元恵さん、皆さんありがとうございました。